神楽、そして名前がある、銀玉ですか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見え、このまま眠りにつこうかな。眠ります。ほい、獅子島に到着。お、獅子島や、旗が。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、獅子という島の夢を見てらっしゃるのよ。誰かの足音が聞こえたね。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度、横になってくださいましね。それでは、都の獅子島をご堪能くださいまし。ザレクが挨拶をし合ったっぽい。お、向こうの看板にも獅子島が描かれている。誰？あ、人やん。どうも、第一村人。いや、第一島人。好きを詰め込んだ島。好き。いいね。それが一番よね。あ、ちなみに、この獅子島では、はしごを使わんといかん場所が、まあ、何箇所かあるらしくって、まずはここの、受付でね。受付で、青い風船と、はしごを、受け取ってくださいと。受付ってなんだ？なんか、新鮮やね、受付。まあ、要は、夢見の館から来た人に対してっていうことやね。夢見の館、館なんかな？わからんけど。はい、これ、獅子島。いいね、いいね。いいね、いいね。はぁ、そして、めっちゃ昭和チックな感じじゃない？ほらほら、タバコ、富国生命。ね、富国生命って本当にあるやつ？なんか一応さ、こっちはほら、キリンビールって書いてるやん。ってことは多分富国生命もあるってことやんね。ちょっと決めつけたけど、きっとそういうことやんね。ここはね、駄菓子屋さん。うわー、すごい。なんかね、ちょ、ツイッターのトレンドでね、見たんよ。あの、今、駄菓子屋さんがめちゃくちゃ、もうなくなってきとるっていうのをね。まあ、駄菓子屋さん、懐かしいな。小学生の時めっちゃ行きよった。家の近くにね、小さい、ほんとおばあちゃんが一人でやっとるような感じの駄菓子屋さんがあったんやけど、こんな感じ。私はいつも遠足のおやつを買いにね、駄菓子屋さんに行きよったんよ。モロッコヨーグルが好きで。あ、見て見て見て。ラムネ。これ森永のラムネのやつよね、きっと。違うかもしれんけど、でも、なんか色味的にそうじゃない？きっと。うんうんうん。で、まあ、ここは狸商店と。秋なんか、ここは。季節的には。秋っていうか、まあ、アイスとか外に置いとるし、あれか？夏の終わりぐらいをイメージしとる感じかな。いいね、駄菓子屋の近くに、小さな公園。かわいい。ほら、なんか、三輪車が三つ連なってあるよ。多分、ここでいつも、仲良く遊んでるんだろうな。そして一人大人、保護者かな。保護者の方かな、きっと。うんうん。そして、あ、見て見て見て、これ。あ、なるほどね、そこ、ラムネや。ラムネが売ってあるんやね。なるほど、なるほど。ここってもしかして座れたりはしないか。座れたりはしないか。あ、これあれやない？飛び出し注意のやつやないん。ね、よくある。よくある。都会にもよくあるんかな？わからんけど。そしてここに墓地。墓地。あ、何気にここにお線香を備えられとる？こんな感じで。あ、微妙にこれってあれなんやね。お墓によって、こけ方とかさ、あと、花の種類みたいなのも違うんやね。先祖代々の墓。それ以外は読めねえ。なんかこれだけ読めるくない？先祖代々の墓。あ、上の方にもある。なるほど。リアルな感じやね。なんかね、よく行くスーパーがさ、通り道、横が墓地なんやけど、ちょっと恐る恐る行きよる。若干、若干ね。はい、そしてここが畑。
何を育てていらっしゃるの？びっくりした。木の枝か。どこに木の枝があるの？ああ、なるほど。足元に落ちたのか。でもすごいなんか、全体的にめっちゃリアルよね。超リアルよね。こんなところにゴミが。あ！学校！見て見て、こんなところに学校があるんだけど。学校があったよ。あ、教室の一番後ろに扇風機か。私、中学校の時に、なんかクラスに扇風機一番前のとこに置いてあったんやけど、でもそれも先生次第って感じやった。なんか他のクラスは扇風機とかも置いてもらえんかったっていう、なんかめっちゃ文句言いよった。これ学級文庫かな？後ろの本棚。めっちゃ充実してない？そして理科の実験セットまでこんなところにあるっていう。すごいね。もうすべてがここで済んでしまう感じや。お、あんなところに上履きが置かれているぞ。そして、あ、これもしかして学校の花壇とかそういう感じなんかな、ここは。ね、ぽいよね。何気に小さなお店が。あ、そして、ん？ここは、ここさっきのなんか、ね、駄菓子屋んとこやったよね。あ、なるほど、なるほど。で、ここが駄菓子屋さんで、こっちの、横。何の看板だい？あれは。あ、ここは、駐輪場。私ね、私、高校生の時かな。高校生の時めっちゃ街中の駐輪場使わせてもらいよった。学校帰りに高島屋に寄ったりね。いろいろと。これはなんて書いてあるんだ？あ、カラオケサイバーカフェ？サイバーってな、サイバーカフェ？なんか外に電話がある。ちょ、お邪魔しますね。お邪魔しますね。ウェルカム。なんか、あ、なるほど。ここでドリンクバー？やっぱドリンクバー重要よね。カラオケで。めっちゃ飲むよね。そこは喉を潤しつつ、やっていかなくては。こういう感じ、こっちがレジってことかな。あ、で、こっちはまあ。あれ？食器類。あ、タンバリン。タンバリンさ、個室に置いとるよね、なんか。あれ、使う人おるんかなーって前まで思いよってんやけど、あれないよね。友達めっちゃ使いよったわ。使うんかいって感じやった。はい、それじゃあ、ちょっと、左の部屋へ。あ、個室やー。すごい、なんかめっちゃ再現されてるね。確かにこういう感じ。あ、これもしかして何？宣伝のポスターみたいな感じ？歌手なんかな？なるほど、なるほど。そしてマイクもちゃんと置かれてある。あ、確かにこれ電木っぽい感じするよね。スイッチ。カラオケでみんなで食べるもの頼むとしたら、結構、ポテトを頼みがち。あの、持ち込み OK のとことかもあるけどね。はい、そして奥の部屋へ。狼系住人さんが多いんかな？めっちゃポスター貼ってある。そしてこれ奥の部屋。あ、一個一個雰囲気違う感じなんかな。お、じゅんくんもおるんか。なるほど、なるほど。現在の住人さんたちかな。はい、そして。はい、そして右側の。部屋へ。え、びっくりした。入れてなかった。え、和室。え、カラオケ和室とかあるん？私見たことない。でも確かにありそうな感じはする。あるんかな？気になる。見てみたい。いろんなんあるもんね。カラオケ。はい、そして2階へ。お、あ、2階は広いね。なるほど、なるほど。ちょっとなんか、大人数。大人数でちょっとしたパーティーする感じかな。そういうの、なんか予約とか受け付けとるよね。もうずっとカラオケとか行ってないけど。でもまあ、今ってさ、あれやん。
家でもスイッチとかでカラオケできたりとかするもんね。私がしよったん Wii U やった。でもスイッチでも確かできるようになったはず。はい、そしてチカ、あーなるほど、あれカラオケサイバーカフェってそういうこと、ネットカフェってことか。なるほどなるほど、こういう感じ。ネットカフェはね、めっちゃ前に一回だけかな行ったことあるけど、でもなんか延々と漫画を読む感じえ、でもなんかすごい有意義な時間やった。まあネカフェだけじゃなくて、ほんとカラオケとか一緒になっとるとこあるもんね。そういうとこやったらおのおの一緒に遊びに行く必要あるんかって感じやけど、でもおのおの好きなことができるけん飽きることはない気がする。いいっすね、それぞれ個性も出ていて。なんか泊まれるようなとこもあったりするんやろ。なんかシャワーがついとったり。はい、お邪魔しました。はい、そしてこれはなんかあれやね、え、これ何？灰皿？え、なんか上に置いてあるこれは何なの？よくわからないけど、パッと見灰皿かなって思ったけど、何置いとんやろ？わからない。はい、そして、ん？なんか今、じじじじってなってなかった？電気が切れたりとかするんかな？そんなことはないか。そしてここがエイブレシスターズ。なんか外で洗濯物乾かしよる。あ、ここで作るんやね。川のせせらぎを聞きながら。めっちゃいいやん。そしてなんかあっちに白い洗濯物が大量に見える。ね、なんかめっちゃ見えるんやけど。はい、そして、こっちの方に、サロングリーン。ここがね、はしごを使って行く場所。いいね、ちょっと小高い場所にある。あ、これもしかして髪の毛表現しとんかな？切った後の髪の毛。ぺちゃぺちゃいいんやね、これ。ワカメやろ？サロングリーン。いいね。あ、こっちでシャンプーしてもらって、で、あっち側で切ってもらうっていう。あ、すごい。ハサミとか、ね、用意するためにこれ裁縫道具のやつ置いとるやん。で、ここが会計すると。え、すごい、見てこれ、自販機の上に電話置いとんやけど。活用の仕方。すげえね。はい、そして、あ、もしかして、もうここから始まっとるってこと？メニューがあってさ、ここなんか雑誌置いてあるんよね。ここから雑誌取って、はしごで登って上に行くってことかな？すご。すご。なんかつい最近さ、美容師さんとかもお客さんの目の前に何の雑誌を置くか結構悩むみたいな記事を見たよ。結構なんかあれやね、畑しよる人とか多いんやね。あ、見て、かぼちゃ畑、かわいい。かわいい、めっちゃちっこいかぼちゃ畑がある。あ、こっちにも。なるほど、かぼちゃを育てている人がいっぱいっていうか、これで一軒か。あ、なるほどなるほど、ここの人の土地っていうことやんね。この人はカボチャ農家なんやね。そういうことだ。そして、あ、見て、ここに、ちょっとしたランドリースペースがあるよ。いいっすね。え、あるよね。びっくりした。一瞬洗濯機どれって思ったけど、これやんね。普通にここで手洗いするんかと思った。まさかの。あ、で、洗濯機回しよる間に、ここで雑誌を読みながら、待つと。いいね。コインランドリー、なかなか行くことないけど。金魚鉢ってめっちゃでかいよね、なんか。こんなにでかいかっていうぐらいでかいよね。ほら、こういう。あ、いいね。なんかちょっと行ったら海が見えそうな感じじゃない？あ、海は見えんかった。川やった、見えるのは。海が見えるかと思ったんだけども。そして、このちょっと入り組んだ感じもめっちゃいい。
ね、こういう住宅街、超リアルな。え、洗濯物落としてますよ、大丈夫？めっちゃ洗濯物落としとるけど。大丈夫なんすか、それは。いいなぁ、なんかこういうブロック塀とかでね、区切っとるの。超いい。ん？ここは工事をしてらっしゃるの？工事中。なんか至るところにね、点々と自転車が置かれてある。え、かわいい、なんかここ。え、ここめっちゃかわいくない？なんか、いいね。このグローブの椅子も相まって、いいっすね。なんかあんなところにケーキが置かれてあるよ。これこれ。あ、こここれなんやね。さっき一瞬渡ってきたところ。ケーキと、馬が。こっちは何かの会場ですかな。ここ駅ってことか。ね、駅っぽいね、ここ。ここで、ここで、ジュースを買って、ここでのんびり。のんびりのんびり。あ、駅っていうよりも、あれか、街中とかにある待合所みたいな感じ。ここに電話ボックスとかあって、ほうほうほう。ちょっと休憩に使ったりとかね。お、こっちはなんかすごいトロピカルな感じよ。めっちゃトロピカルな感じよ、こっちの方。いいね。ハワイアンやん。こんな感じで砂のお城を作ったり。かわいいなぁ。なんか赤と白の組み合わせ結構好きなんよね。なんかすごいおもちゃっぽくてよくない？で、出れなかったぞ。あっちからは出られないのか。そして今小雪ちゃんが歩きよった。小雪ちゃんだったっけ君。雪見ちゃんや。雪見ちゃんや。小雪ちゃんってあれやんね。虎よね。あら、もしかしてお客様ですか？ちょっと寝起きのぼんやりした頭で何ももてなしできませんが、ぜひ楽しんでいってくださいね。もっちり。もっちり。夢の中なのに寝起きなのか。そうなのか。あ、ここは、ガソリンスタンドっぽい感じよね。ガソリンスタンド。なんかさ、もう10年ぐらいしたら、電気自動車が主流になりそうな感じっていう記事も見た。ね、電気自動車って言われ出してからも全然見かけんもんね。駐車場とかもそれっぽいとこあるけど、止めとる人見たことないし、都会の方やったらもっとおるんかな、普通に。ここは。なんか下に、置く目印みたいなのつけとる。え、すごい。え、かわいい。なにこれ。え？なにこれ。なんか釣り竿の先にアヒルついとんやけど、かわいい。え、こんな釣り竿あるの。誰が食いつくのこれに。え、魚食いつかんよねあれに。めっちゃ可愛いやん。ほら、そんなのあるの。え、初めて知った。もしかして私、知らんだけで持っとったことあったりするかな。めっちゃ可愛いやん。超可愛いやん。ん、なんかこっちにメニュー置いてあるよ。ここは。一体。ここで DIY いろいろするっぽい。あ、めっちゃ黄色い、この辺。ね。なんかサロン、グリーンもそうやったけど、色とかでもね、結構分けてあったりするっぽい。ここは一応、黄色ビーチ。黄色だらけの場所。いいね、いいね。ここのメニューはこっちに繋がってあるんかな？もしや。お、ごめんね。こっちはね、黄色商店街。なんかなんて言うん？街の小さい商店街とかって、誰が買いよんやろうみたいな感じの、めっちゃ専門的な店とか多くない？金物屋さんとか全然入らんし、業者さんに卸しやんかな、ああいうのは。ここは何？何かの事務所か何かなの？事務所？めっちゃ紙が散らかって。郵便局。
ここでなんかいろいろ書いて、ここで出してもらう。で、その場で書くとかある郵便局。郵便局はね、あの、年賀状の仕分けだけでも、働きに入ったことあるけど、全体的にめちゃくちゃ忙しそうやった。時期とかもあるかもしれんけどね。これは一体、なんて書いてあるのかしら。なんて書いてあるのかしら。一応こっちは、バーベキューを楽しんでいると。なんかおしゃれだな、食器が。めちゃくちゃおしゃれだな。バーベキューってけんさ、もうちょっとなんか、野蛮な感じかと思ったのに。ん？花ってこういう感じでも置けるんやね。へぇー。これってあれやろ？あの、摘み取って、紙につけれる状態ってことやろ、これ。へぇー、そんな感じでも置けるんや。なるほど、なるほど。それも今更初めて知ったよ、私。めちゃくちゃ初めて知ったよ。そしてこっちの方に、和風なエリアが。やっぱ、いいよね。この五重の塔を置いた途端にめちゃくちゃ良くなることね。すごいもう、和って感じ。超和って感じ。このお茶屋さんでね。え、びっくりした。これなんかと思った。なるほど。本が積み重ねられてあるのか。なんかすごい色味が、白っぽい感じやったけん、何かと思ったよ。いいね。竹を上手な感じにね、バランスよく植えられないんだ。あ、すごい！見てこれ、めっちゃすごくない？え、超良くない？ここ。よきよき。この景色、いやーいいな。いやーいいな。あ、見てあれ、月も出とるよ、月も。え、すごい！絶対ここ、絶景スポットやねん。部屋キッスね。だって、あっちの奥にはどうやって行くんだ？普通にこっから抜けていけれるんかな？どういうこと？いや、抜けられねえ。あ、ここ、抜けられねえ。え、抜けれんかった、普通に。え、すごい、なんか。見て、庭先に。あ、これもしかして神社っていうことかな、ここは。ね、ぽいよね。神社っていうか、お寺お寺の方か。あ、いや、ここは、旅館になるんかな。え、すごいなんか雰囲気が、ね。あ、ってことはもしかしてここは人の家か。お邪魔します。イエーイ！旅館。よきよき。よきよき。あ！見て見て、下駄が置かれてある、ここに。ほう。はい、それじゃあ、左の部屋へ。あ、ここは、お風呂上がりに楽しむ場所やね。お風呂上がりに、卓球と、あ、これマッサージチェアってこと？スイッチもあるよ、ちゃんと後ろに。いいね、いいね。そしてここは、タバコを吸うところ。喫煙所。やっと看板置いてあるだけかな。向こうにラムネも書いてあった。で、ここできっと、お風呂上がりの、フルーツ牛乳を、ぷはーっと。私はイチゴオレがいいです。はい、そして、奥の部屋へ。すごい！見て見て見て！ここ多分普通に個室ってことやろ？ああ、海が眺められる。素晴らしき。めっちゃ景色いいやん。ね、いいっすね、いいっすね。ここベランダってことかな？ベランダっていうか、ベランダ？ベランダ？表現はそれでよろしいのかしら。いいなぁ、なんか。景色のいいところに泊まりたいね。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側は、ここも泊まるお部屋だね。ほうほうほう。
子供向け番組かな。なんかしよる。ん？子供向け番組っていうか、なんかインタビューされよるね。なんだあれは。なんか外がハロウィンっぽい感じやったけん。ハロウィンの仮装についてのインタビューっぽかった。ちゃんとああいうのって反映されるんや、季節。はい、それじゃあ、2階へ。あ、2階にお風呂？地下かと思った。お、ちゃんとロッカーがあって、ここに体重計。体重計とか結構置いとるけどさ、測るんかな、みんな。なんか周りが気になって、人がおったら測れなさそうじゃない？あ、すごい、なんかちゃんとお風呂って感じがする。ね。うわぁ、いいな、いいな、いいな、こういうの。超いいな、シャワー。ほうほうほう。こういう感じで。和風なお風呂。よき。めっちゃ扇風機回りまくっとるやん。一台だけかと思った。一台どころじゃないね。一、二、三台？四台？すごい！え、それプラスのエアコンもないあれ。すごいね。めっちゃやん。超恵まれてる。はい、そして地下へ。お、地下は宴会場？すごい。いいね、いいね。みんなめっちゃお酒飲むやん。お酒じゃないからお茶かな。お茶かもしれん。多分置いとるな、お茶やんね。え、すごい。ね、そこ。誰かなんか、やってくれんかな。出し物。歌う？歌います？絶対こんなところでやったら緊張するわ。あ、サイン置いてある。有名人がやってきて、ここでなんかいろいろやってくれたりするんやね。トークショーとか。はい、お邪魔しました。はい、それじゃあ、こっちの方。ん？ここは？あ、ここ駅？電車の駅や。え、すごい！これ駅のホームを表現してるってことやろ？やばいやばい、黄色い線の内側に。入っとかんと。見て、あっこ電車通っとるよ、ちゃんと。へえー、すごい。ね、すごいね。そういうのを表現できるっていうのが、素晴らしすぎる。はい、そしてこっちの方へ。おう、渡れた。そこに感動。ほら、すごいよ。こっち側もちゃんとある。駅のホーム。うわぁ。ね、すごいね。かっこいい。電車とかもうずっと乗ってないや。ん？こっちはなんだ？あ、こっちから降りられる。ん？あ、こっち郵便局やんね。そして、なぜこんなところに、なぜこんなところに、黒板があるのだろうか。じゃあ、止まって、こっちに、じゃーん。あ、コーヒーも飲めるんやね。ほうほうほう。良きっすな。良きっすな。コーヒーを楽しみながら、本も読めると。ここはカフェ？あ、書いてあった。喫茶って。喫茶って書いてあった。上にも上がれるってことやね。これ上やろ？ほらほら。上にも上がることができる。喫茶店。いいね。滝の音を聞きながら。まさか店内ではしごを使うとは。いいね。喫茶店で本も楽しむことができると。で、こっちの橋を渡って、ちょっと待って、こっちの上も行ってないよね。行っていない場所が多すぎて。多すぎて。あ、こっちあれやん、墓地んとこやん。ね。そういえばこの奥もあったよね。はい、墓地の横を通ると、あ、
っと待って、あっち。こっちに何か、細い小道が。あ、そして、見て、この先。この先が船着き場。おー。なるほどね。ここに出るんや。すごい、なんか、秘密基地みたい。ね、こういう感じのめっちゃ良くない？なんか、隠れた感じになっとるの。こっち側確か行ったよね。この上が、学校やったはず。あ、ほらほら、学校、学校。あ、で、こっち、回って、駄菓子屋があったと。あ、じゃあさっきのとこちょっと下を、降りてってみよう。あ、ごめんね、シベリアさん。はい、こっちまで戻ってきて。あ、じゃあこっち行ったらあれやない。広場の方に出るんやない。多分、あれ？おー、びっくりした。え、シベリアさん向こうにいなかった？あ、さっきのこっち？なんだ。見て、ここめっちゃカボチャいっぱいある。ほら。なんだい？この不思議な街は。なんだかこの超絶不思議な街は。ね、かわいいけど。めっちゃかわいいけど。こんなところにもなんか細い道があるね。ここさっきのあの黒板があったところやろ？ですな。ちょ、待って、今私は一体どこにいるんだ？地図。地図的に。なるほどね。思ったより左の方におるんやな、今、私。ね、めっちゃ左の方におるね、私。もっと真ん中の方におると思っとった。お話ししたことありましたっけ？どうも。かぐら。そして名前がある。銀玉ですか？カグラあるってこと？違うかもしれんけど。そういうことかなーと、なんか合体させてやっと意味がわかるみたいな。あ、ここ広場のとこやんね。こっちの下行ったっけ？あ、ここ来てない。こっち緑や、めっちゃ。ね。左の方は、めっちゃ黄色かったけど、ここは緑だ。緑ビーチ。そして、そこに白い洗濯物が生えますね。あ、こっちの方来てないとこじゃない？お。おいし。ん？でもこっち向いていったね。あ、ここ通ったとこか。通ってやってきたんか。何が何だかって感じだわ。あ、こっちにも渡れた。こっちめっちゃ花いっぱいあるよ。こっから繋がっとんか。緑ビーチから繋がっての、花畑ということやね。え、こんなに広い花畑やのに、こんなゾウさんのジョウロで足りる？めっちゃお目目キラキラや、向こう側。このゾウのジョウロってめっちゃ懐かしい感じするんやけど。小学生ぐらいの時に、あったわ。なんか。あ、こっち側。あ、こっち青いよ、青い。ね。こっちは、青色ビーチ。色分けがされている。どこが一番いい？私的に黄色かな？なんか雰囲気。色的にも、黄色が一番良きかな？って感じがする。あ、向こうは赤か。ね、赤っぽいこっち。赤い花のつぼみが置いてあるんやね。で、こっちの方はね、貿易港らしい。あと、これが船ってことかな？そういうことか。さっき船着き場にもね、常吉がやってくる。船着き場のとこにもソリ置いてあったもんね。なるほど。船に見立ててるということだね。こっちの方には紐のタグがいっぱい置いてある。ここで、まあ、紐の魚たちをいっぱい干しておくと。そして、はい、こっちの奥の方は、天体エリア。ここで、座って天体観測をする。
星が見えるかしら。あ、寝袋まで用意して。ね、この辺星落ちとるよ、めっちゃ。星落ちてますよ。ん、そしてこっちの横の方に行くと、ここは果樹園かな？ん？果樹園ではないね。あ、ここに出るんか。なるほど、なるほど。なんか上に、ここから上がります。で、上がって、さらに上がって、ここに展望台が、おー、いいね。私は望遠鏡よりも、こっちの方がいいわ。で、こっちが養蜂場。なるほど、ここで蜂蜜が、たくさん製造されるわけですね。からの、こっちの上が、キャンプ場。ほうほう。お、これは馬を、飼っているということなのか。なんか馬いっぱいおる。でも馬よりもほら、牛とかの方がさ、お乳とか。それ実用的な感じ。ちゃんと入り口があるんやね。ここからはしごで、行けという。あ、で、ここは、まあ、かぼちゃ畑のところやんね。で、サロングリーンで。あ、なるほど。こうやってやってきたね。で、右側に行ったんか、私が。うん、うん、うん。あ、こっちにも奥進んでいけるよ。おー、すごい。ここで、読書ができるわけだ。で、すごいね。めっちゃなんか、小さいところで。よき。ここが、秘密基地。秘密基地っていう響きがもうワクワクするよね。小学生の時やたら秘密基地作りよったもん。え、もしかしてあれか？女子はあんまり作らんかったりする？まあ、男子のイメージは確かに高いけど。いや、私めっちゃ、あの、学校の帰り道とか、ちょっとなんか入っていけそうな場所とかあったらめっちゃ作りよってんやけど、秘密基地。ちょっとなんか壊れた傘を集めてきたり、なんかいろいろして。ここは学校なんだよ。もう全部回った？博物館なかったことない？博物館はどこだい？あっこやん。え、どうやって行くん？博物館。行ける場所は、どうやって行けばよろしいのかしら。あ、こっち側か？こっちの方。あ、ここと、で、行けるという、ここから上がれ。あ、ほらほらほら、あるよ、あるよ、博物館。どうやって行くんやろ、あれ。どこから回って行くんすかね、あれは。あれは。なんか通れそうな道ある？ここ採石場やんね。やっぱみんな結構石集めとんかな。まあ、その方が、家を建てる邪魔にもならんし、鉱石とか集めるのも集めやすいけどね。こういうところって歩いていけんかったよね。え、行けたっけ？いや、行けんよね。あれ？博物館へはどうやって行くんですか？あ、あれだ。ちょ、待って。あの、秘密基地。秘密基地に行きます、私。ゴー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 。こっち方面。ここ。この辺の、はい、奥に入って行きまして、ん？こっちあったよね。はい、この秘密基地。なんやけど、ここの上にちょっと道が。あ、ほら。イエーイ。ここを通って、で、ここに降りると。あ、来られた。イエーイ、来たよ、博物館。こんな感じで。こんな感じで、博物館までやってくると。こう。じゃあ戻りますか。じゃあ戻りますか。よし。ふぅ。こういうのってさ、なんか探検する分にはめっちゃ楽しいけど、作るの超難しいよね。こ
こういう風にやって、こっから上がって向こうから出るようにして、みたいな。私そんな頭使えんわ。そんな試行錯誤してできんわ。なんか平坦な道しかできやがらん、絶対。ね、けんこういう立体的な街を作るのは、確実に苦手なんだな、私。こう。あ、は、帰ってこられた。か、帰ってこられたよ、広場に。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。個人的にめっちゃブロック塀がたくさん並ぶ住宅街めっちゃ良かった。すごいリアルで好き。